そう、そこはね、パフェがすごい、毎シーズンいろんなパフェが出てて、すごい可愛いんだけど、そこのパフェがね、クリスマスパフェ食べたかったのに、今回はマジでタイミングがもうダメすぎた。もう本当にショックでショックでしょうがない。これは泣いちゃう案件です。 泣いちゃう案件。え、でも終了した後にさ、お願いするのもちょっと申し訳ないなって思っちゃって。そう、年末絶対食べに行こうと思ってたんだけど。待って、今たまごっち見たらめっちゃ体調悪そうだった。ごめん、ほったらかしにしちゃって。眠れなくて頭を撫でてほしい。どうやって撫でればいいの？どうやって撫でればいいの？待って、今たまごっちやってるんだけどさ、眠れなくて頭撫でてほしいのって言われたけど、どうやって撫でればいいの？あ、こうか。あ、寝た。おやすみ。寝ました。うん、メリクリー。育児もあるから毎日大変だ。 そう、今日のね、コーデちょっと2分のね写真撮れなくて申し訳なかったんですけど、3分のは絶対見てほしかったので撮れてよかったです。どうですか、あのタイツ。そう、ナイトメアビフォアクリスマスと、私の好きなアクシーズファムっていうブランドとのコラボのグッズなんですけれども、そう、あのタイツがずっと欲しかったんだよ。で、やっとゲットできて、絶対に履きたいと思ったから。まあちょっとお話し会ではね、あれが見れないから。そうそう。ちなみにお話し会、2部はどんな服装してたんですかっていう質問が多分あると思うんですけど、2部は普通に今着てるこのブラウスに、何だったっけな、なんかで乗せたことあると思うんだけど、ワインレッドのスカートなんですよ。そう、なんかね、どっかのインスタかツイッターにはね、乗せたような気もするんだけど、まあ、乗せてなかったらもうごめんなさいなんですけど。でも私ワインレッドのスカート3種類ぐらい持ってるんで。 そう、2、3種類ぐらいあるのよ。3種類はあるな、絶対。なんか1個はウサギの、まあ、アリスとウサギのやつで、もう1個はリボン柄のスカートのやつなんですけど、それとは別のやつ。ちょっと待って、インスタかツイッターに上げてないか、ちょっとチェックしてみます。チェックっていうか確認してみる。
ああ、インスタには載せてないね。でもツイッターに載せたっけ。でも案外ツイッターにも載せたことないかもしんない。買ったのはね、もう全然いつだったかな、一昨年とかだったんですよ。そうそうそう、そのスカートを買ったのはもうだいぶ前だよ。でよく着てはいるんだけど、あんまり写真載せる機会なかったのかな。でもそう、ちょっと2部はね、あのごめんなさい、写真が撮れなくて。ちょっとわからないですね。ちょっと見当たんね。見当たんなかった。他のオタがルンバスタイルいいって言ってる。やった、カレンちゃんもね褒めてくれた、めっちゃ。まあ映りがいいだ、なんかそういう風に見えるだけだとは思うんだけどね。そう、嬉しいです。危ない危ない、ちょっと充電が 10% になってました。充電しなきゃ。そうね、まあでも今年もうクリスマスも終わっちゃうから、ということはもう年末まで少しだよね。ごめんね、なんかすっごいぼーっとしちゃった。何の話してたっけって、めっちゃぼーっとする時間が長くてごめんなさい本当に。まあでも今日はその4部じゃない、3部が振り返りで、でもちょうどハロウィンの時期だったので、なんかちょうどそのタイツのナイトメアビフォークリスマスの
あのタイツも履いたらちょうどいいかなって思って。あれハロウィンからクリスマスにかけての話なんで、時期的には。そう、うん、だからちょうどいいかなって思って。でもなんかそう、今日のコーデちょっと自信なかったけどさ、みんなめっちゃいいじゃんって言ってくれて嬉しかった。このタイツめっちゃ履きやすいし、ちょっとこれからもちょっと履きたいなと思います。めっちゃよかった、ありがとうございます、みんな褒めてくれて。今日もねちょっとバタバタしちゃうけど、せめて12時半までには寝て、明日6時半に起きたいなと思ってます。そう、ね、今年最後の話し会、ちょうど振り返りでいっぱい皆さんとお話できてよかったです。そう、今日そのサイン、あの3部がサイン会だったんだけど、まあ、一応その皆さんのリクエストにお答えして書きはしたんだけど、ちょっといつもよりもね、いつもは結構分量いっぱいに書こうとは思ってたんだけど、ちょっと今回はあんまりたくさん書けない方もちょっと何人かいていらっしゃって、そう、あのできるだけ頑張って書こう、書いてはいたんだけど、ちょっと時間との兼ね合いもあってさ、ちょっとあんまりたくさんいっぱいは書けなかったので、ちょっとそれだけ先に言わせていただきます。ね、ほんとちょうど今日サイン会でほんとよかったです。今日はねもうねグダグダする時間もないので、ショールーム終わったらすぐにメイク落としてお風呂に入りますって話をしてたら15分になった。ほんとはねクリスマスだからいっぱい配信できたらよかったんですけど、今日もちょっと15分だけでごめんなさい。明日がね、ちょっと夜配信するかなって思ってるけど、ちょっとどうなるかねまだ分かっておりませんが、まあ朝配信はちょっと明日はできないので、多分おそらく夜に配信するかな、どうなるかなっていう感じです。でもこの後今すぐにメイクをサッと落としてお風呂入ります。それじゃあランキング読むね。13位から13位カリネコでも好きだよさん、12位みなずきに3000点さん、11位キャパさん、10位及川さん、9位メソさん、8位ロミツさん、7位夏目さん、6位 TKHKG さん、5位飯田博之さん、4位ママさん、3位玉国さん、2位アーティーさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それでは今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日。おやすみなさーい。おやすみー。